ベルリン式、ベルリン式、ベルリン式、ベルリンメソッドとは、海生生物飼育の水槽のための露化方式の一つ。ドイツで、ピーター・ウィルコンスが提唱し、ベルリンで発展した。海中より採取された、多孔質で多様な生物が付着する、ライブロックライブロックを、水槽内に多数導入し、無脊椎動物、藻類、露化バクテリアの働きで、有機物の露化、分解。 アンボニアおよび、アショ酸の消化、硝酸への酸化を行い、ライブロックの嫌気性域で、脱窒ディーナイトラファケーション、硝酸の還元を行う。また、処理能力の高いプロテインスキマーを使用して、有機物を分解前に除去しに酸化炭素と酸素の交換、エアレーションを促す。活性炭など化学路材を併用することもある。強い照明により、ソウルンや、 強制も増ンテライシンビアンツを持つ、無脊椎動物、サンゴ、イソギンチャクなどの光合成を成立させ、ポンプでライブロックの周りにろ過、無脊椎動物の生育に必要な水流を得る。水酸化カルシウム飽和溶液、ライムウォーター、カルクアッサーで蒸発水分を補う等の添加によって、サンゴ、石灰もなどが固定し水中から除去するカルシウム等を補給する。 閉じた老化システムとしては、初めて緑石産ゴエイクロポーラ SPP など、小ポリプゾーション産を SPS の飼育を可能とした。リーチンエンのシステムなど、前身となるシステムは80年代以前から知られていた。流通が発達し、ライブロックの入手や導入が容易となり、飼育法として現実的となり発展、普及した。高度を実現する明装置。 エアレーションによらず強い水流を作ることのできる水中ポンプ類の進歩も大きく貢献している。それまでのフィルターの高気性バクテリアによるろ過を中心にした方式では除去が難しい硝酸子を除去し蓄積を抑えて乾水を減らすことができる。ただし同程度の水量においてフィルターろ過の脱出と乾水で維持できる魚飼育中心の水槽の硝酸子を処理。 するほどの能力はない。寒水に頼らず栄養児を、硝酸児を、リン酸塩など濃度を低く維持するには、水量の多い水槽では、特にビギナーには40ガロン150リットル以上の水槽を進めているで、光合成を行う生物、無脊椎動物を中心にし十分な光量を与え、代謝量の多い魚は極力少なくし、給餌量も抑える。一方で、サンゴ類や、 石灰もに消費されるカルシウム他ミネラルや金は添加によって補うことができ必ずしも乾水を必要としないため無脊椎動物中心の産後水槽に適している現在日本の一般家庭で行われている趣味での産後飼育はほとんどがベルリン式あるいはそのハイブリッドの発展系だと考えることができるいわゆる現代的なナチュラルシステムの主要構成要素の一つである 低床の中のイヤッケ清掃やバイオフィルムで脱出を行うモナコ式ジアベール S モナコシステムろ過システムとはライブロックをろ過機構の中心に置くという点が異なるナチュラルアクアリウムシステムではモンド層やリフジウムにモナコ式低床を導入あるいは底砂を深く敷く簡易型により併用するスミソニアン式ミラクルマットメソッドなど階層を成長させ借り取る 方式とも併用できる。処理能力の高いプロテインスキマーの設置が前提となるため、ウォッカ法、ゾービットシステムなど、有機炭水化物の添加で、バクテリアの嫌気性の活動、脱出、および消化バクテリアのバイオフィルム内で起きる、アナマックス反応、EG を活発化させ、浮遊バイオフィルムとして除去する方式とも相性が良い。 大型水槽で産後飼育が目的となるため、オーバーフロー式の水槽が有利である。日本の雑誌などでは、バクテリアによる消化の速度を落とし、プロテインスキマーの効果を最大限発揮るため露過層、散布にろ剤を入れるべきではない、といった議論がなされるのを見ることがある。しかし前述のように速度を落として有利なのは、有機物からアンモニアへの分解だけあり、 生体が直接排泄するアンモニアも考慮するなら、消化能力ではなく、脱窒能力を基準に、水槽のろ過能力を考える、というのが正しい認識であろう。相反することのない、モナコ式と優劣を比較するのも意味がない。散布は、海槽、リフジウムにする、モナコ脱窒層や、フィルター、フィーダー、ほや、海面などによる、ろ過層にする、といった利用ができる。 ベルリン式という場合、プロテインスキマーだけでなく様々な人工的ろ過装置、浄化装置が積極的に用いられる水槽を推す傾向がある。特に、ハードコーラル、増殖性酸号を多数育成できる環境は、カルシウム他ミネラルの濃度、アルカリドアルコリナティ、炭酸ジオ濃度と pH を同時に維持する必要が、あため、サンゴ砂を炭酸で溶解させる、カルシウムリアクターと、 炭酸ボンベの設置が珍しくない。このカルシウムリアクターは、余剰の炭酸で飼育水の水素イオン濃度を上昇させる、pH を下げる傾向があるため、バッファー剤や水酸化カルシウム飽和水溶液を自動添加する装置を設置する場合もある。殺菌のためプロテインスキマーにオゾナイザーを接続することも行れる。さらにイオンによる硝酸塩の還元を行う装置を設置し、 脱窒処理のメインとすれば、窒素サイクルの観点からは、ベルリン式とは言えず、少なくとも、ナチュラルシステムの思想には、逆やると言えるだろう。小型水槽や、収容生物のカルシウム代謝量を考慮した、水槽、メンテナンスが十分に行われる水槽なら、添加剤を使って、カルシウム濃度とアルカリ度のバランスを、他も、産後の育成環境を維持することも可能である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。